オリジナルシーリングスタンプ3つ作ってみた。で、何回もリピーターしてるんですね。 HOIN さんってこれってさ、なんて読むんだろうね。ショップ名ちょっとね、間違って読んだらね、とんでもないことになりそうなんですけど、 HOIN さんで買ってるんですけど、普段はヤフーショッピングで買ってたんですけど、今回楽天にもあったので楽天にしたんですけど、フルオーダーなのでいろんなカスタマイズを入れていくので、やり方としては個人的にヤフーショッピングさんで買った方が分かりやすかった。ただなんで楽天で買ったのっていう話なんですけど、気分的な問題ですね。で、あと3つのやつしか楽天にはないんで、ヤフーさんはですね、1個のスタンプで3500円からのやつがあったので、初めてオーダーする方はそっちの方がいいんかな。最初から3つオーダーしようっていう方はね、どっちでもいいんですけど、ただね、3つオーダーした方が絶対にお得なんですよ。3つのこのスタンプ入ってるじゃない、スタンプの試し打ちしてくれてるの入ってるのいいよね、こんな感じで。いや、これかき氷なはずがさ、ご飯に見えてくるんだけど、気のせいかなと思ったら生配信でもご飯って言われてたので、あ、ご飯ご飯だなと思いながら、やっぱ自分でデザインしたんだからね、どうにかして今後かき氷にしていこうと思う。で、今回いつもは 25mm とかで注文してたんですけど、いつもと違うサイズ感でやってみたかったのあったし、あとワックスも入ってて、スプーンとヘッドが入ってて、これで、噛んだけど9800円、プラスアルファ私はですね、なんだっけ、500円が3つのやつで追加しました。デザインはこっちが考えるんだけど、ちょっと細かいところの清書みたいなのはですね、向こうのプロにお任せした方が綺麗にできるのでそうしてるんですけど、なんかさ、イラストレーターとか使える方だったら本当に9800円だけでいけるんかな。これがですね、かき氷のイメージだったんですけど、ご飯ですね、大盛りのご飯。サイズはですね、 18mm ですね。いつも 25mm なんですけど、ちょっとちっちゃめに作ってみたら小ぶりでめちゃめちゃ可愛い。はい、なんかお手本があるので後で勝手に対抗しておこうかなと思います。で、こっちがバラモチーフですね。つまみ細工のバラをちょっと加工して作ったバラモチーフなんですけど、これが 15mm にしました。ちょっと一回りちっちゃくしたらバラにも見えるけど、ボタンっぽいようなそんな感じになったので面白いよね。この刻印だけだとイメージ湧きにくいんですけど、この出来上がったスタンプを見せてくれるとテンション上がりますよね。で、これが正方形の 30mm でフレームっぽくしてみました。ツタっぽいとか双葉っぽいみたいな、そんな感じのフレームにしたので、ここに写真とかイラストとかさ、挟んであげたら絶対可愛いんじゃないかなと思って、このデザインにしたらもう個人的に優勝してる件ですね。で、この9800円のやつはですね、スタンプヘッドを3つついてるだけでこの値段おかしいんですけど、ちょっとさ、大丈夫と思ったんですけど、スプーンとハンドルもね、何種類の中から選べるんですよ。これも込み込み値段で入っているのでいいんですけど、スプーンちょっとおしゃれなやつにしてみた。こんな感じのやつと、あとハンドルがですね、底が平らになってるやつ、なんだかんだ使いやすいので、独立するじゃない、立てるので、こんな感じの黒があったので黒にしてみたけど、これにした。こんな感じのハンドルにしてみました。これやでみたいな、ちょっとわからんけど、わからんじゃない。どれつけてみる。あ、こんな感じ、かっこいい。で、独立するので、セパレートとかした時に使い勝手がいいかなと思って、この底が平らなやつにしてみました。スプーンは底平ら。底平らだといいよって言いたいんだろうね、きっと、この時は。アフレコをしてるけど、自分の行動謎すぎるんだけど、これスプーンですね。スプーン、ちょっと待って、可愛くない？このスプーン、ちょっとおしゃれな感じのスプーン使ってみるじゃなくて、このタイプ持ってなかったんでちょっとワクワクしてますね。で、次はですね、はい、ワックス2個選べるので、ワックス種類いっぱいありすぎてどれにしていいのか分かんなかったから、ニューって書いてるやつ選びました。この色が魔女学園ってやつです。で、あとこれですね、この色合い面白くない？サイバーパンクって色なんですけど、この緑と黄色はわかるんですけど、茶色入れたらどうなるんだろうとか思ったので、溶かしてみたいなと思って買ってみたんですけど、ワクワクしてるんですけど、これでこんだけ入ってて
をフルオーダーできるじゃない。フルオーダーして9800円は、はい、沼の入り口ですね。はい、お気をつけてって感じですね。リピーターしてしまう沼でなんで、お気をつけてみたいな。はい。で、オーダーしたいけどどうなんだろうって思ったら、あのショップのお問い合わせかなんかで連絡したら、なんとかしてくれると思う。丸投げだけど、なんとかしてもらえてたので、4回目のリピーターで全部なんとかしてもらったので、なんとかしてくれると思う。なんで今回ですね、あのワックス入ってたので、ワックス溶かしていって、新しくオリジナルで作ったスタンプを押してみたいなと思ったんで、やってみよう。で、サイバーパンクって色も出してみる。いや、なんか思ったよりも面白い色合いだし、この組み合わせは普段やらないから、ちょっとワクワクですよね。転がっていったけど。ということで、魔女学園っていう色を溶かしていくんですけど、赤と黒と紫が入ってて、この紫がちょっとパール調っていうかラメが入ってるんで、このマット感のやつにめちゃめちゃいい感じで溶けて、いや、ちょっと待って、ゴシック調みたいなカラーだよね。ということで、垂らしていきましょう。ワックスの粘度はちょうどいいぐらい。ちょうどいいぐらい。説明下手だけど、いや、この色、面白くない？色が、出方が。で、30ミリのスタンプを押してみて、冷めたのでオープン。いや、色綺麗だし、柄結構綺麗に出てるんじゃない？このフレームっぽく使いたかったので、金のマッキーペンで塗ってみてる。結構シンプルなフレームにしたので、いろいろ使えそうな感じがする。これで塗り終わって、いや色も可愛いよね。ちょっとゴシック調みたいな、大人可愛いカラーみたいな、こんな感じでめっちゃいい感じで柄が出ててテンション上がってますけど、こんな感じね。で、同じ色でもう一回作ってみようかなっていうことでやってるんですけど、この紫が本当にいい仕事してない。この紫、黒と赤は王道な感じじゃない、色の組み合わせ的に。この紫が入ることによって魔女っぽい感じになるんかな。冷めたのでオープン。いや、この柄かわいい。いや、色もさ、透明グルーガンでとかで作ったらフレームになるよね。で、紫色のペンで塗ってみたら、ちょっと魔女感出てるかな。ちょっとさ、エアコンの音がですね、グワーって音鳴ってるので、ちょっとミュート的な感じなんですけど、ペリオンはちょっと聞けないんですけど、可愛いよね。ということで、あと2個スタンプ作ったので、それもね、スタンプ押したいので溶かしていきましょう。いや、このワックス個人的に当たりだったかな。普段自分が選ぶ色だけど、いや、なんかミックスって楽しいね。単色ばっかり選んでたけど、ミックスも楽しい。で、次のスタンプが18ミリと15ミリだったから、そのワックスの量、垂らす量がいまいち分かってないけど、なんとなくやってみるんですけど、あ、こっちちょっとワックスの量多かったなみたいな、こっちちょうど良かったなみたいな、こういろいろ考えながらやるのも楽しいよね。で、冷めたのでね、オープンしていきましょう。バラ結構、ゴシックバラ的な感じ。こっち、あ、ご飯にしか見えないけど、気のせいよね。かき氷柄ペン入りしたら、はい、ご飯柄になって、こっちバラはバラになった。可愛くできたんじゃない？いや、この柄、可愛い。かき氷に今後したい。いや、バラできたよ、みたいな、そんな感じ。で、ハンドメイド好きな人あるあるかもしれないけど、フルオーダーとか自分だけのスタンプができるとめっちゃテンション上がるの伝わります？いや、そっちタイプの方が多いと思うんですけど、自分の好きなスタンプ、違う、自分の好きな柄がですね、自分だけのオリジナルスタンプになるっていうのはね、テンション上がりますよね。最初オーダーするときがですね、何が何だか分かんない状態で、なんとなくの気合というかノリでオーダーしてみて、なんかホームページあるじゃない、ショップのホームページを見て、こういう手順でやってくださいっていう手順にのっとってやったら、結構さ、結構じゃないわ、想像以上に可愛いスタンプを作ってもらえたので、今回リピーター4回目ですね。最初に3つ作ってもらって、その次に1個、その次が1個で、で今回4回目でまた3つ作ってもらったみたいな感じですね。いや、これもですね、本当に自分だけのスタンプができるという中毒性があるので、お気をつけてっていう感じですね。
でね、困ったのっていうか、どうなんだろうと思ったのは、この自分が書いたデザインが追加料金いくらで作ってもらえるのかとかもあったりするので、そこら辺はお問い合わせしたりとかして対応してもらったらいいかな。まあ、結構私はですね、ノリと勢いでオーダーしてるので、なんとかしてもらってる感じなのであれなんですけどどうしたらいいんだろう。このオリジナルスタンプちょっと見たいですって言われて動画にしたんだけど、何の説明にもなってるかわからんけど、個人的にお気に入りでリピーターしております。で、何が言いたいかって言ったら、困ったらお店の人が何とかしてくれる、聞けば何とかしてくれるのでなんとかなるみたいな感じ。ということで、ワックス溶かしてスタンプを押してみた、サイバーなんとかですね。サイバーなんとかめっちゃこの色合い、緑入ると面白いね。なんて言うんだろう、表現力足りないからなんとかしてもらうけど、みんなに。いやさ、私のチャンネルあれか、みんながなんとかしてくれるチャンネルなんで、なんとかなってるんですけど、ペン入れするとですね、柄が浮き出て可愛くない。この結構さ、個人的にさ、フレーム型、自分で好きなフレーム作ってスタンプしていくと、オリジナル感がめちゃめちゃマシマシしそうな感じがしない？ということで、おかわりしていくんですけど、サイバーパンクでしたね。今調べた。いや、この緑がいい感じに、緑じゃないんだよね。エメラルドグリーン的な緑。いや、溶けてるのいいよね。ということで、垂らしていくんですけど、この部屋ですね、めっちゃクーラー効いてるの、撮影してる部屋が。なので固まるのが結構早いんですけど、勢いとスタンプを押したらなんとかなるみたいな感じ。さっきからなんとかしてもらうとか、なんとかなるみたいな発言しかしてないけど、大丈夫かな。まあ大丈夫よね、みんなどうにかしてね。ということで、冷めたのでオープン。これね、めっちゃ可愛いの。違う形でもこのフレーム型作ってみたいなと思いました。で、結構スタンプの形かな、形も丸だったり楕円だったり四角だったり長方形とか選べるので、形が違うだけでもイメージが変わってくるからいいよね。正方形あんまりさ、うまく押せなかったから作ってなかったんだけど、これがですね、思った以上に好きだった。ということで、溶けたので垂らしていくんですけど、お気づきでしょうか、お隣さんと近すぎませんか、この子たち。気のせい、なんとかなる、無二感、はい、ギリギリ大丈夫だと思う、押す、はい、くっついた。こういうのない？たまに。たまにないですか？いや、仲間集おうとしてるけど。冷めたのでオープンなんですけど、いや、なんかさ、双子？なんか、なんとも言えない気持ちになるんだけど、これはどうすべき？みたいな感じで。はい。ちょっと失敗も映していく作戦ですけど、色はですね、面白いよね。この色、なんかコンタクトレンズ入れるあの感じに見えたりもしないくもなく、メガネ塗るじゃん。これちょっとかき氷っぽくしたい。次はね、くっつかないようにリベンジしたいなと思うんで。でもまあ、かき氷は見えるっちゃ見えるんじゃない、こんな感じよ。さっきはお隣さん仲良しになりすぎたので、次はですね、話していきましょう。話していくっていうの、なんていうの、距離感、程よい距離感って人間関係でも難しいけど、ワックスでも難しいよね。程よい距離感、これはですね、多分いける距離感だと思う。スタンプ押す、ムニット、ムニ感もいいよね。こっちのムニ感、これ15mm、15mm と 18mm、 あんまり大差はないように見えるんだけど、このほんのちょっとした差がいいよね。で、これさ、25mm とか 30mm のスタンプの上とかに押してあげても可愛いかなと思って、このサイズにしたんだよね。なので今後ですね、動画にいろいろ出てくると思う。このオリジナルスタンプを使っていろいろアレンジしていきたいな。今回はですね、普通のワックスを溶かしてスタンプを押してるだけでも可愛いんですけど、いろんなアレンジができるんじゃないかなって勝手に思ってるけど、この色いいよね。今回こちらのお店でですね、フルオーダーのスタンプ3つ作ってもらったら全部優勝した件でしたね。ハンドルも入ってるし、スプーンもね、可愛いスプーンをゲットしてニヤニヤしてますね。立たせられるのがいい。で、このオリジナルヘッドがですね、30mm の正方形にしてみたの。
そしたらですね、お想像以上に使い勝手がいい感じになる。で、彫りも見て、しっかりした彫りが入っているので、こんな感じで押しやすいぐらい、柄もこんな感じで可愛く出るので、透明シーリングとかで使ってあげても絶対可愛いんじゃないかなって思うけど、どうかな。で、個人的にフレーム柄お気に入りだったんで、今後も違う形でもフレーム型作っていきたいなと思った。可愛くない？だってこれだけで可愛いじゃん。柄も見やすいし、違う、ワックスの色も色見本にもなる。で、これがですね、夏仕様のかき氷にしたんですけど、はい、お分かりいただけるだろうか、ご飯大盛りみたいに見えるんで、あの 2way ですかね、プラス思考で言うと 2way な感じですね。スタンプ押してみないと分からんもんだけど、はい、こうしたらかき氷にちょっと近づけたんじゃない。ウジキン時的な感じのステンつけたらよかったね、柄に。ご飯とかき氷ができるという 2way スタンプになりました。これはこれでね、面白いよね。で、こっちが 15mm のバラなんですけど、こんな感じで結構彫りが深い感じにしてもらったんですけど、もうちょっと個人的に線が太くても可愛かったんかなと思うんで、ちょっとさ、作ってみてスタンプをしてみると改善したい点とかいろいろ出てくるのも、まあこれも楽しいという沼ですね。で、今持っているのが 25mm の標準サイズのスタンプより今回はちっちゃめに作ったので、いろいろアレンジできそうじゃない、できそうだと思いたいみたいな感じ。これぐらいの違いがあるので、なんかいろいろ作りたいなと思ってる。今日もこんな感じでバタバタとしてましたが、どの柄も可愛くできたのでニヤニヤしてるということを言いたかった動画になります。ちょっとさ、オリジナルスタンプ作ってみたいなと思う方はですね、ぜひともこちらのお店のショップを覗いてみて、できそうかできそうもないかわからんかったらお問い合わせで聞いてみるっていうのがいいかなと思います。今日も長い動画でしたけど、見ていただきありがとうございます。